に初デートでしますか？特定とやってます。やっぱり単純に外国人の女性の方が性欲が強いんじゃないって聞き、こういういろんなコメントと意見と一緒にいた、一緒に答えたいと思います。じゃあ、ゆりこ大河です。皆さんこんにちは。今日はなんと私の一番アクセスもらったの動画の質問を答えたいと思います。皆さん覚えてますか？これです。初デートはどこまで OK？ 日本人とイタリア人の違い。うわー、すーごいアクセスが、いや、約80万ありがとうございますで、実はいろんなコメントをいただきましたんですけど、これみたいなコメントもいただきました。そうですね、私は彼女と通りだと思いますよ。しかし YouTube はね、エンターテイメントとしてなんか見てほしいなので、まあちょっと言い過ぎたとか、まあちょっとジョークなところもあるので、なんかこの動画はね、すごい 100% 交えるわけではなくて、でも人それぞれは違う。で、他のコメントもいっぱいいただきました。ありがとうございます。で、この意見に関しては一緒に話したい方とあるなんですけど、今回のゲストを紹介したいと思います。サラちゃんです。ウィラチャオチャオ。そう、じゃあ簡単な自己紹介をしてもらっていいですか？はい、はじめまして、サラワカです。イタリア生まれ育ちの日本人ということになります。すごい日本人っぽくなったね。実は彼女はね、私よりはイタリア人、私よりもイタリア人っぽいよね。もう完全にイタリア人だよね。そうかな。いや、そうじゃない。そうじゃない。今デレデレしてるけど、はい、そうで、なんかサラちゃんとこういういろんなコメントと意見と一緒にいた、一緒に答えたいと思います。 OK です。今日はそのためにちょっとね、セクシー、すごい、エドさんすごい。これはサッシャグレイって言って、ポルノスターなんです。ということで、今日はこういうちょっとホットな話をするっていうことで、はい、そう、レッツゴー、一緒に、そう、レッツゴー、3、2、1、レッツゴー。 OK、 一番最初のクエスチョンに答えたいと思います。本当に初デートでしますか？いいクエスチョンですね。いいね、いい質問だね。面白い質問か、まあ、でも人によるんじゃない？やっぱりステップバイステップしたい方とか、やっぱりすぐフィーリングで、じゃあちょっと2人で、まあ、大人になってから初デートで何パーセントしたのかを発表したら、でもパスあって、もう、じゃあ行きます。せーの、10%。おい、何？そうなの？そうだね、やっぱ初デートはやっぱ様子見だからほぼないかな。でもなんか一応まあ初デートで会ったことはあるけど、あ、うん、でもそれは本当に何だろう、超酔ってたのかな、わかんない。確かにお酒と、あと会ったことはあるとなんか初デートではなくて、なんか何回も会って、そのやっとデートが決めた時に、あ、じゃあこの人がもう好きってそれで決めるとかパターンが私の場合はあった。あった、うん、やっぱり逆に知ってるからこそ、じゃあそれやっちゃったらどうになるのかが、やっぱり私はそれで決める。でもそれ、まあ初デートっていうのかな、まあ友達からっていう、確かにそうだね、完全に初デートではないよね。じゃあサラちゃんはそうなんだけど、周りのイタリア人の友達どう？周りもみんなあれだよね、すごいコンサバっていうか、やっぱりなんか結構イタリア人の女性ってそこのところちょっとロマンチックっていう、あ、でも確かにそうところがあるから、なんて言うんだろう、そんなすぐに、あとお酒もね、まあ、東洋人と比較したくはないけれども、やっぱり酔うのに時間がかかるっていうのもあるから、そういうなんか間違いっていうのはあんましないような気がする。まあ、人にもよるけどね。うん、私の周りは逆気がする。結構逆に私はピュアよく言われた。あ、そうなのって逆に思って、でもしかし今思い出したのは、私の周りはイタリア人に住んでる、日本、なんか日本に住んでるイタリア人、日本に住んでるイタリア人は
ちょっと違う気がする。なんか日本に住んでるイタリア人は違うかも。イタリア人はまた別は違う、うん、そうだね、そうだね、うん、私の場合はずっとイタリアに住んでるイタリア人と接してるから、やっぱなんか女の子の話を聞くと、やっぱりなんて言うんだろう、結構なんか男の子がむしろそれでなんか文句言うみたいな、いつになったらみたいな、ご飯こんなに何回も連れてってるのにみたいな、そうなの、文句はいっぱい聞いたことある、まあなんて言うんだろう、実は最初 あのデートではないかもしれないけれども、ボディータッチはあるよね、うん、あ、そうそう、ボディータッチはすごいある。ボディータッチはやっぱりね、こうやってこうやってこうね、いや、うん、うん、ちょっと違うけど、まあ、まあ、でも手をやっぱりこう腰に回したりとか、こう顔を触ったりとか、でもキスはあるよね。じゃあ、初デートでキスはよくある、よくある、確かに、うん、それは確かにあると思う、うん、それからちょっとなんかその次でまあね、なったりっていうのは、あ、そうだね、ある。2回目だといいかな。そうだね、2回目3回目じゃない、やっぱり、うんうんうん、はい、クエスチョン2、やっぱり単純に外国人の女性の方が性欲が強いんじゃないって聞き きましたけど、うーん、いや、ねねね、なんか確かに外国人の方が好きとかのイメージがあるなんですけど、私は結構逆だと思う。いやでもさ、面白いのはさ、例えばイタリア人は日本人の女性の方が性欲が強いって思ってるんだよね。やっぱりそのなんて言うんだろう、ポルノとかAV のグラビアアイドル、そう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 、プレイボーイとか、うん、やっぱりそのなんて言うんだろう、イタリアでいっぱい出てるのはやっぱり日本のアジア系のね、あのポルノとかやっぱりね、 AV とかやっぱりあの出てるから、そこでちょっとその変態って言葉がすごい流行って、ね、イタリア人でも変態って言葉が流行って、はい、変態はわかる、そうで、変態イコール AV だと思ってるよ ね、 あ、そうね、でも日本語で変態の意味は違うじゃん、そうそうそう、違うね、そう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 、よくわか知ってるねって思った、もちろん、うん、よく知ってるねって思っただからやっぱり単純に外国人の女性の方が性欲が強いんじゃないっていうのに対しては、やっぱり人によるだね、人によると思います、うん、イタリア人は普通の日常でさ、すごいセクシーじゃん、うんうん、私も今ここまで閉まってるなんですけど、イタリアだったらここまで空いてる、ここまで空いてるね、そう、空いてるなんですけど、そうしたらすごくその性欲、うん、あ、確かにね、確かにね、性欲がね、あるように見える、性欲が見えるから隠してるけど、うんうん、そう、だから結構見た目からみんなジャッジメントするだけです、それ、ほんとそれだけです、うん、なんかイタリアの例えば学校、あの私とかやっぱその現地校、まあ、あのゆり君もそうだと思うけれども、ずっとね現地校の学校、はい、イタリア人学校行ってる、ね、行ってたじゃん、うんうん、でやっぱりなんか普通に胸元開けてても先生何も言わない、そう、ね、全然何も言わない、うん、そう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 、でも日本だったらそんな許されないでしょ、だよね、絶対そうだね、でもそれはやっぱりなんていうの、文化の違いなんでしょうね、そうだね、うんクエスチョン4、不特定とやってます、みんなとやってますって意味やね、いや、イタリア人だとしないんじゃない、まあ、なんかチャライイメージがあるんだろうね、イタリア人って、ある、特に男はあると思うんですけど、うん、本当この人は愛されるんだったらなかなか浮気しないと、しないよね、なんかまあそこも言いたくないけど、北とあの南ってイタリア結構文化が違うっていうか、ちょっとね、うん、タイプも違う、あ、そう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 、ね、やっぱりっていう男性のタイプも違うし、女性のタイプもなんか、うん、北の方がすごくなんかコールドっていう、ね、あ、そうだね、もう東京と一緒っていうイメージがあるから で、うん、で南はちょっと大阪っぽい、そう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 、福岡とかは似てる、うんうん、でも単純パーセンテージで言うと、私は結構日本人の方が浮気すると思う。なるほどね。じゃあまあ不特定っていう話になって、あの、まあ、みんなと やり、まあ、みんなとね、いろいろやっちゃうかっていう話をうで、浮気の話をすると、そうね、あのなんか浮気の意味がね、違うんだろうね。あ、そう、違う、イタリア人はもちろんキスもそうだし、うん、したら浮気で絶対女性は許さない。そうだね。でも日本の女性は
浮気はみんな男はするものだっていうふうに思ってる。あ、そういう思ってる。なんかもう当たり前と思ってるんですね。そこのコンセプトがちょっと違う。私、うん、うん、無理。うん、うん、やっぱりね、あの男性は浮気するっていうふうに、あの考え方は私は間違っ、女性もだってね、最近はね、すごい浮気してるじゃん。浮気は当たり前だよという考え方はちょっとずるいかなって思ってますね。やっぱり人を傷つく。そう、イタリア人だと考え方は浮気するんだったら別れればいいじゃんっていう。まあ、まあ、多分そのね、結婚してたらまた話が違うと思うんだけれども、まあ、けど、やっぱりなんて言うんだろうね、若い子とかは浮気するんだったらもう付き合わなくていいじゃん。うんうん、それかあのやっぱりオープンリレーションシップ。そう、今新しい考え方ですよね、うん、もうお互いはじゃあオープンだから、なんか付き合っても他の人とか、うん、まあ一応やってもいいみたいな、ね、そも最初から約束してたらね、うん、最初から言ってたら、女と男、そうやっぱりその後はバレるのは一番嫌だ、うん、辛いし、ね、バレするのは辛い、こっちから、うん、当たり前って思わないから、うんうん、だから、うん、ちょっとね違うと思う、うん、そうだね、うん、この質問なんだけれども、うん、まあ、今ちょっと浮気とかそういう方に持ってっちゃったじゃん、うん、でも実際あのイタリア人が、うん、そうね、いろいろな人とね、友達とか、ね、それこそ本当に知らない人とその夜出会ってやっちゃうかって言ったら、多分それないよね。ない、うん、なんか例えば最初言ってたの、初デートじゃあやっちゃうということは、でもこの人はもともとは知ってる、知らない人ではない。うん、なんか知らない人だとじゃあ何パーセントと言ったらゼロ。うんうんうん、なんか本当酔っ払って一パーセント。多分なんて言うんだろう、セックス&シティとかのイメージがあるんじゃないかな。でも、うん、私もセックス&シティを見て。なんて言うんだろう、みたいな。確かにアメリカ最近はエミリー・イン・パリス、あ、そうそうそう、同じね、あの作者さんなんだと思うんだけれども、うん、もうなんかちょっとなんだ、フランスにパリに行っていろいろな人とって言った時に、みたいな、マジでっていうね。でもイタリア人もっとコンサバかも。そのやっぱりあのなんて言うんだろう、宗教とかもあるしね。そうだね、そういう影響もあると思う。パートナーを探す特に、うんうんうん、なんか、うん、だからそこはなんて言うんだろう、外人だからみんな同じっていうイメージはなくて、あ、文化とかもやっぱりあるから、そうそう、うん、フランス人なんかはやっぱりもうちょっとオープンだし、イタリア人に比べたら、そうだからどちらかというと、私は日本で日本の女性からそういう話をいっぱい聞いたことあって、なんか、そう、夜あのね、なんか急に出会って急になっちゃったっていう話を聞いた時に、っていう、それはないだけになったっていう話があるんだからね。ああ、ない、私もよく聞くけど、だったら日本人な感じになる、なんか無理結果論、結果で言うと、あのやっぱり そういうハプニングは日本の方が多いんじゃないかなって私は思う、うん、私も思います。でも一つ例外的な話はあるよね、うん、やっぱりクラブ、もう世界中一緒だと思う。まあ、ね、確かに行くと、クラブに行くとやっぱり、あ、もしかしてできるんじゃないかな、ワンナイスタンド、ワンナイスタンドはあると思う、ね、ある、うん、あると思うっていうか結構多いと思う。多い。まあでもなんて言うんだろう、ね、パートナーを探し、パートナーっていうか探すよりは多分楽しみたい、楽しみに行くから、そうだね、それはある、うん、あるよね、あるよね、多分、うん、お酒と音楽も何もお酒と音楽はね、やっぱりそれのために行く人も多いと思います、うん、まあみんながみんな、ね、クラブ行ってね、そのためじゃない、みんながそうなわけじゃないけれども、うん、ナイトクラブは、あの日にあの人と出会っちゃって、ああなっちゃったっていう話はよく聞く、そうだね、あんまり あった私あんまり通わない、あ、ていうかアニソンでしか通わないからさ、みんなオタクでちょっとそれがならない。いや、結構クラブとかなんか音楽好きだからクラブとか行ったこと何度も昔、まあ、特にね、イタリアなんかほらクラブってなんか、イタリアのクラブ行ったことない。マジで。いや、あの本当にそこちょっと前も話してたんだけど、友達と面白いなって思ったのは、イタリア人はクラブに行くのが早いんだよね。あ、でも早い。そう、私日本だったら18とかじゃん。高校の時はみんな、みんなクラブ行く、そう、みんなクラブ行く、なんで漫画読むのって、私はずっと、もう土曜日の時にクラブ行く。だからそういう経験もあのなくはないみたいな。なるほどね。ははん。はい、
今日はありがとうございました。サルバクもありがとうございます。いや楽しかったです。うん、楽しかった楽しかった。なんか面白いよね、こう日本とイタリアの文化違いとか。いやすごい面白かった、めっちゃ笑いました。なんかイタリアのことはどんどんに思い出して、あそうだったなってちょっと自分もびっくりしました。そうで、皆さんももっとこういうイタリアと日本の違いの動画を見たいんだったら、ぜひ質問とかもコメントにしてください。こちらの方お願いします。で、あとはいいねボタンを押してチャンネル登録もお願いします。またね、チャオ。